大きな選手です。身長1メートル70センチ、19歳。トリプルトーループ綺麗に決めました。まず最初の3回転ジャンプ。去年83年の世界選手権ヘルシンキの大会では第2位に入っておりまして、実力は持っているこのバイストナー。トリプルフリップですね。女子の選手では珍しいジャンプです、はい、5種類の3回転ジャンプをいずれもこなせるという力があるんですね。はい、右足の故障で不本意な年になりました。サラエボのオリンピックでも順位は9位。その後3月の世界選手権は欠場したクラウディア・ライストナー。今シーズンその再起をかけておりますが、来日してからもちょっと背中を痛めていると聞いております。ダブルアクセルですね。今の非常に難しい体勢から入りました。次々に3回転をこうして披露しております。曲は最初が Music was my first love。 その後テレビの刑事もののテレビ映画のタイトルの曲を2つ使います。練習よりスピードがないようです。西ドイツクラウディア・ライストナー、トリプルジャンプをこれでいくつ見せたでしょうか。折り込みましたが、どうでしょう。ちょっと練習中で降りてたトリプルがですね、はい、ダブルになったりっていうのが何箇所かありましたね。ははー、そうしますとちょっと本人としては不本意なんではないでしょうか。ははー、そのライストナーの演技です。これはシングルアクセルですね。ダブルアクセルにならなかったですね。そうですね、1回転半に終わってしまった部分ですね。ここのレイバックスピンは非常に綺麗ですね。
足がよく伸びてます。このあたりはお得意の演技とも言える部分ですね。はい、ただいまの得点テクニカルメリット 5.4 さて得点が出ました。 5.4 いわば技術点テクニカルメリットです。 5.4 5.4 3 5といったところが出ていますが、このあたりご本人はどうでしょうか。吉川さん、はい、伺ってみます。Ich kann jetzt eigentlich nicht viel sagen. Muss man die anderen abwarten. Für mich selbst war es gut. 自分自身は大変よくできたと思っておりますけれども、まあ、今のこの点数に対して自分の方からコメントを言うことはできません。他の方がどういう演技をするか楽しみに待っております。あ、いやいや控えめな返事が返ってきました。 5.4 5.3 5.4 5.3 今度は芸術的な印象を見る点ですが、ほとんど同じ。